こんにちはモ,ノモースです今日はちょっとした社会問題について話してみたいと思います。それは無断駐車。皆さん、無断駐車ってどう思いますか私は、それは絶対に許せない行為だと思います。なぜなら、それは他人の生活を無視した自己中心的な行為だからです。今回取り上げるのはヤフーニュースに掲載された記事で、静岡県沼津市のイブを福店の駐車場で繰り返される無断駐車に、店主が自身の車でブロックし、その様子を SNS に投稿したという話です。この投稿には賛否両論の意見が寄せられています。まずこの店 イグサさんの行動には大賛成です何度も無断致死の被害に遭い警察に通報したり看板を設置したり注意メモを挟んだりと様々な手段を試してきたにもかかわらず効果がなかったというのですからこれ以上の対策はないと思いますしかし一方で SNS で晒さなくてもという意見もありますよね確かに個人のプライバシーを侵害する可能性もありますでもイグサさんは自分の名前を出している以上はそれなりの確保を持ってやっていますし私の投稿が無断致死の抑止欲になるならそれでいいと思っていますと言っています これは自分の行動に責任を持つという強い意志を感じます。私もイブサさんの意見に賛成です。無断秩序は他人の生活を無視した行為です。それを許してしまうと社会全体がルールを無視する方向に向かってしまう可能性があります。だからこそ、イブサさんのような行動が必要なのです。最後に皆さんに一つお願いがあります。それは自分の行動が他人にどのような影響を与えるか常に考えることです。自分が困ることを他人に押し付けるのではなく強制する社会を作るために一人一人がルールを守ることが大切です。それでは、 今日はこの辺りで次回もお楽しみにバイバイ。